90分プラス14分という時間帯でしたが、貴重な同点ゴールを挙げることができました。まずあのゴールシーン振り返っていただけますか。そうですね、まあ、あの時間帯は少し、まあ、自分たちを同点しに行くっていうことで、まあ、前に人数かけて押し込んでた中で、まあ、佐古があの自分がマイナスにいるのをうまく見てくれて、あとはそれをうまくゴールに流し込むだけだったんで、まあ、本当に気持ちで持っていったようなゴールだったと思います。右足ボレー非常に美しく見えたんですが、ご自身いかがでしょうか。そうですね、まあ、前半にもチャンスはありましたし、あの決めるところをしっかり決めないと、まあ、難しいゲームになったなと思いますし、あの僕たち、逆転ゴールアドバイトの選手に入れられる前に JR が決定的なシーンもありましたし、ああいうところを押し止めないと、まあ、こういうすごく難しいゲームになってしまうなっていうのは、まあ、改めて今日は感じました。ただ気持ちという話がありましたが、最後までこうチーム全体で諦めない執念みたいなものを感じたんですが、いかがですか。そうですね、まあ、美月が、前節怪我してしまって、まあ、本当に選手生命に関わる大怪我っていうところで、やっぱり今日は美月のためにも、しっかり勝って、病院で多分見てくれてると思うんで、勝利を届けたいっていう本当にその一心で今日は試合に挑んだ中で、まあ、もちろん内容的にはあのいいゲームっていうのはできなかったと思うんですけど、まあ、それでも、負けなかった、追いつくっていう執念を見せることができたっていうのは、まあ、少なくとも美月に届けられたかなと思うんで、まあ、残りの試合本当に美月のためにもちろん優勝争いに食い込んでいきたいっていうのももちろんありますけど、あの一試合一試合まず目の前の試合を美月のために、美月が今までやってきてくれたことに報いるために、あのしっかり一試合一試合やっていきたいなとは思います。